令和5年度化学物質対策セミナー円台さんエネオス川崎製油所が実践する化学物質の自立管理としてエネオス株式会社川崎製油所持田信幸様にご講演いただきますはい皆さんご安全に。 エネオス川崎製油所の環境安全一グループで化学物質管理などを担当しています、持田と申しししまますすよろしくお願いいたします、えー、本日ですね、あの資料のすり合わせとか、あの矢吹様とはあの事前にしていないんですが、かぶる話、結構あるかなと思いました。ですので、魔法改正の概要というものを矢吹様から受け取って、えー、事業所、現場レベルでどのように実践しているのかというのが、 まあ一連の流れで見えるといいのかなと思いますそれではお話し始めてまいりますまず最初にですね、少しだけエネオスの紹介をさせていただいてその後にエネオスで行っている化学物質の管理という部分について話していきたいと思います内容としましては専任の産業衛生担当者の配置とそれからリスクアセスメントの実施 その手法ですね。それからまたそれらを管理するためのデータベースのお話、また保護具の選定で考慮していることなどを話していきたいと思います。それから最後にどのように従業員へ教育,教育を行っていくかというところになっていきます。まずエネオスの紹介について少しだけお話しさせていただきます。まあ、ここは本題ではないので簡単にいきます。 エネオスはです、ね、あの皆さんガソリンスタンドでおなじみなのかなと思いますが、11の製造拠点を持っている、えー、まあ石油製品の生成と販売を行っている企業となります。えー、ガソリン以外にもさまざまな石油製品ですとか石油化学製品というものを製造販売しています。燃料油については販売シェア50%持っていて、国内では一番と。 なっています。また、パラキシレンですとか、プロピレンといった石油化学製品ですね。こちら、アジア圏でも製造量1位となっていて、グローバルに展開をしております。え残念ながら、私、今日はですね、えー、エネオス全体の話というのはできないんですが、えー、エネオスの川崎製油所という事業所単位でのお話として受け取っていただければと思います。よろしくお願いします。でそこで、えー 今度は川崎製油所の紹介となりますが、川崎製油所というのはすごく大きくてですね、飛び地なんかもありまして、全部で220万平方メートル、まあ、ありきたりの例えで言いますと、東京ドーム44個分という広大な敷地があります。そこにさまざまな装置があります。 でここでですね、まあ、首都圏を背後に控えた川崎市の臨海コンビナート内に位置していて、国内最大級の石油生成能力を持っていると。で製品の石油生成プラントと石油化学プラント、製品の相互融通ですとか、設備の共用、組織の統合によって一体運営していて、日本最大級の規模を誇る石油化学一体工場となっています。 こちら、アマンジ詳しくは説明しませんが、エネオスカワ製成所の装置の一部の紹介となっています。この真ん中の部分にですね、ガソリンとかジェット燃料油とか書いてあると思いますが、ここら辺が製品になってきます。まあ、いろんな装置を通ってですね、このような、まあ、原油からこのような製品が取り出されてきます。まあ、ガソリンの他にもですね、例えばベンゼンですとか、プロピレンというようなものも を作っております。その一部の流分をさらに違う装置に入れてですね、えー、例えばゴムの原料であるブダジエンですとか、えー、イソブチレン、えー、それから溶剤の原料となるメチルエチルケトンといったものが、えーまあ、幅広い製品があります。で、ここで紹介し、これを紹介したのは、まあ、これらの製品だけでなくて、例えば製品になる前の 反製品と呼ばれる状態であったりとか途中で加える添加剤ですとか我々が取り扱う化学物質というのは果てしなく多いというところが見て取れるかなと思いますそういった中で従業員を化学物質から守るためにエネオスではさまざまな取り組みをしていますここからはほんの一部になってしまうんですが先ほどの法改正の概要の話からは例えば えー、健康管理の部分ですとか、そういった部分は含まれないんですが、まあ、なるべく全体像が見えるように、紹、え、介、ー、をしていきたいと思います。1点お断りしておかなければならない点としまして、化学物質管理といってもです、ねえー、ものすごく幅広いです。先ほどお話した健康管理の部分もそうですが、えー、例えば危険性、えー、ですね。 え、プロセス安全といった部分、異常反応ですとか、異常加圧ですとか、大規模な火災爆発と、そういったところについては、今回触れることができませんので、ご了承ください。私の専門としては、人が直接取り扱う点に、場合の危険性ですとか、有害性と、とそういった部分のリスクアセスメントとなってきます。その部分について焦点を当てていきたいと思います。 さて、えー、先ほども出てきた、あの、この法改正の概要の図ですが、えー、皆さんよく見たものじゃないかなと思います。で、様々なところで、えー、先ほどの役者様も含めてですね、えー、説明してくれてはいるんですが、法改正の概要はわかりましたと。ただ、いまいちピンと来てないという方も多いんじゃないかなと思っています。それは何を、具体的に何をどうすれば、業務、 どうして回せばいいんだろうというのが見て取れないというところが大きいのかなと思います。でですね、えー、今回これで少し具体例として見ていただければいいのかなと思います。で、エナオスとして取り組んでいるところなんですが、この法改正を経てですね、我々がやったことというものは、実は特に ありません今まで通りやるが大丈夫だというのを法改正の概要を見て確認しました。で、これはあの、だからここ数年でどうにか作ったというのではなくて、今まで20年来やってきたことを少し紹介していきたいというところです。大きく分けて、キーポイント4つになるかなと思います。 事業所に1000人の産業衛生担当者を配置するということと、それから屋内ではだけではなくて、屋外においても暴露の管理を実施するということ、それから化学物質のデータベースをちゃんと作成するということ、それから新たな化学物質を持ち込む際は、それを持ち込む際の仕組みというものを構築すると。 このあたりが網羅できると、まずは化学物質の管理の第一歩となるんではないかと思います。まあ、何から手をつけていいかわからないという方にとっては、一つの具体でないのかなと思いますので、何かの参考になればと思います。それでは一つずつ見ていきたいと思います。まずは誰が管理するんだというところですが、なかなか面倒な分野です。 誰かに指さしてですね、やっといてと言っても、なかなかできることではないかなと思っています。エネオスでは、まず各事業所にその専任の担当者というものを配置しています。これは法改正実施前に行っています。でこの担当者はですね、化学物質の管理だけでなくて、えー、騒音ですとか、えー、微生物ですとか、えー まあ人に対ししてて害をを及ぼすすものの全体の管理を担当しています少し詳しくお話ししていきますとこれは川崎製油所ではというところですが担当者は先ほども紹介があったとおりの作業環境管理専門家であって化学物質管理専門家にあたるものとなっています。 実際にオキュペーショナルハイジニストという資格なんですが、これ、まだあの一般的じゃないかもしれませんが、これから急激に広まる専門分野だと思っていますので、このあたり聞いたことがないなという方は調べてみてもいいかもしれません。この他にも、ですね労働衛生コンサルタントの方ですとか、作業環境測定士をやっていて、まあ、この分野に興味があると。 いった方を取り入れてですねエネオスでは管理しているというところですで川崎製所では私、えー、1名になりますが在籍しています化学物質の暴露の管理ですとかリスクアセスメントの実施それから教育の実施といったところを一手に引き受けていますで人材の確保どうしてるんですかというところはですね、まあ、私については中途採用になってます 2016年からエネオスで働いています。ですが、中には、社内で育成プログラムを通じてですね、エネオスの別の事業所でえ担当されている方もいらっしゃいます。なので、我々の場合は2つ、この2つのケースになるかなといったところです。こういった社内での教育プログラムというのを構築して、事業所で担当者となった際に、 実務ができるようにしていく、教育していくというのが一つの流れになるのかなというところです。で続いて二つ目となります。屋内作業にとどまらない化学物質曝露の管理としましたが、我々製油所、化学プラントというのは基本的に屋外型であって、作業の多くは屋外となっています。 お、先ほどお話し通り、えー、多くの化学物質を取り扱う大きな政治となっていますが、えー、屋内作業というのはごくわずかです。えー、我々の大きな敷地内の中で、えー、屋内化学物質取り扱い場所というのは、まあ、有機移植ですとか特化則が適用になる場所というのは、まあ、この上のマップの赤ポチの部分だけです。この赤ポチもだいぶ誇張して書いたぐらいの小さな 建屋の中にありますでその他の、えーですね、エリアについては、まあ、この下の写真のような屋外型プラントとなっていて、えー、特に有機則も対象ではありませんし、えー、特化則はありますが、特に今作業の記録ですとか、健康診断といったちょっと事後の話であって、事前のリスクアセスとか、そういったものが。 あんまりない、えー、測定についても特に触れていないということで、まあそのために、核物質の暴露の管理をすると言ったときに、まあ法要求である作業環境を測定に頼るわけにはいかなかったという側面があります。それでは実際にどのように暴露の管理をしているのかというところですが、このあたり少し時間をとって話していきたいと思います。で上から順に、 えまず、作業のデータベースの作成についてお話ししていきたいと思います。でこの右の部分をですね、左に持ってきて、さらに詳しく話していきたいと思いますで。この部分がやはり一番大事になってくるかなと思います。で聞き取り調査ですとか、えー、定期の現場訪問、えー、また、これは慣れてくるとなんですが、現場からの問い合わせですとか相談というのも増えてきます。 でその際に誰がやるんですかと、どんな化学物質を使用するんですか取り扱い量はどのぐらいですか作業方法はどのようにしますかそれから場所屋外ですか屋内ですか風通しどうですかそれとも充満する可能性ありますかまたは作業時間5分10分ですかそれとも1時間かかりますかと。 このような綿密に聞き取りをしてです、ね、それをデータベースに落としていきますで。その上でリスクが高いと思われるものについては、積極的に暴露の測定というのを行っていきます。暴露の測定については、基本的に個人暴露測定を行います。まあ、個人サンプラーですとか、パーソナルポンプと呼ばれるものを使用して、 この写真のように行っていきますで。場合によってなんですが、この左胸、右胸かなにつけているリアルタイムモニター、この黄色いやつですね、をつけて曝露のタイミングというのをピンポイントで確認していくことによって対策もピンポイントで打てるというふうになってきます。この写真はほんの一例となります。 で、これ見にくいですかこの右側の写真の右側の方に、個人サンプラーのバッジというものが付いています。こういったものを装着した上で、通常通り作業をしていただきます。で、このリスクアセスメントを測定するからといって、あまり特別なことをされると、正しいリスクアセスメントにならないので、通常通り行ってもらうっていうのも一つに、 大事ななポイントになってきますで測定してその測定値が、まあ、基準値と比べて高いのか低いのかというのを判断していきます。でその上でリスクが低ければ特に何もしなくていいしじゃあ高ければあの対応しなくちゃいけないねというふうに、えーまあ、目に見えて議論ができるようになってきます。 この基準値なんですが、えー、もちろん先日発表されたあの国内法令の濃度基準値というものが一番にきますが、えー、まだ発表されていない物質もかなり多くありますので、えー、その場合は、えー、それについてアメリカの ACGIH という団体が出している、えー、基準値を使用することが多いです、えー。他には日本産業衛生学会が定めている えー、許容濃度ですとか、また時にはですが、ドイツの基準値である MAC というものを参考にして、えー、これが基準値としてふ,たふさわしいねというものを集めてですね、社内の基準値としています。で先ほどアメリカの ACGH の基準値を使うことが多いと言ったんですが、理由としましては、 この ACGH i という団体はですね、毎年基準値を見直しています。で常に最新の情報があ基準値に反映されています。なので情報が古い、えー、基準値が高すぎるとか、低すぎるとか、そういった問題点がなくなります。ただしなんですが、この ACGH i という団体ですね、基準値を決めるときに、 基本的にその実現性とかそういうものは無視して考えずに基準値を決めてきますので時にはその基準値が厳しすぎてですね基準値として我々が取り入れたとしても実行不可能なような場合があったりもしますそういった時には他の団体から出ている基準値を参考にしてじゃあこの部分についてはこっちの基準値を社内として決めようかというふうに決めています 国内法令の濃度基準値というのがすべて出揃えば、まあ、こういったあの判断も必要にな,、えー、なくなるのかなと思っていますで。法令の概要というの、いろんなパターン作られているようです。ちょっと分かりにくいのですが、えー、法令を実際、詳細に読んでいくと、今回の法令も基本的に屋内作業場においてはという記載になっています。 でえー、そして屋、屋外作業場においては、リスクアセスメントの実施義務であって、リスクアセスメントのための測定というふうになっています。なので、厳密に言うと、屋外ではなるべく学路を低くするということだけが義務であって、えー、濃度基準値を遵守するというのは、屋内だけに該当するのかなと思います。で,ですので、屋外においては、 まだ法令以上の取り組みになるのかなと感じています法令の言葉を読んでいると本当に私も分かんなくなってきてしまうのでもし認識間違っているよという方がいらっしゃいましたら教えてくださいもちろんすべての作業を測定するわけにもいかないですかなりの作業数になってきます 先ほど質問でも出てきましたが、使用量少ないとか、そういった理由で、これはリスクが低いねと判断できるものについては、特に測定はしていません。それからですね、あの、測定したものと似たような作業についても、測定済みの作業と比較することによって、その作業のリスクというのが目に見えてきます。 で、これによって定性的なリスクアセスメントというものも容易になってきます。まあ、例えばなんですが、えー、上の部分ですね、えー。前回測定したものに比べて、えー、同じ物質、えー。使用量が少ない。換気も良さそう。じゃあ、えー、問題なさそうですね。というふうに言い切ってしまえたりとか、えー、一方で例えば、えー、前回測定したものと比べて、えー、違う物質なんだけど、揮発性同じぐらい。 でも取り扱い量多くて、使用方法が揮発性大きくなりそうなもの、取り扱いの方法だねと。そうすると、基準値を大きく超えてしまう可能性がありますね、ということで、えー、じゃあ対策しましょうかと、測定なしでも対策が打てるようになったりします。で基本的にはこのような、なんて言いますか、感覚で、えー、定性的なリスクアセスメントを行っています。 もちろんコントロールバンディングですとかクリエイト、先ほど紹介されたクリエイトシンプルですとか、数理モデル、この辺の使用方法ですとか、そういったものも学んでみたりもしたんですが、え実際使っても見ました。えー、なんですがあまり使っていません。というのもどうしてもかなり安全サイドに出てきてしまう。えー、ので、えー まあ、クリエイトシンプルを使った結果、専門家に相談することみたいな風に出てきてしまうので、うん、ちょっと、じゃあ、定性的に感覚でやった方がいいかなということに、我々はしています。また、こういったツールが出てくる前から、まあ、こういった定性的なリスクアセスメントを実施していたというも部分も大きいのかなと思います。もちろん、こういったツールを使うこと、 判断のばらつきがなくなりますし、いいことだと思います。厚生労働省も使用の推奨をしてますので、現代外段で我々が使用していないというだけですので、メッセージが間違って伝わなければいいなと思います。さて、これらのリスクアセスメントを実施した結果、問題なければいいのですが、 えー、実際に暴露が高く出てきてしまった場合、えー、対応する必要が出てきます、えー、その場合さまざまな改善が必要となってきてもちろん化学物質を今後使用しないですとか、えー、何か違う有害性の低いものに、えー、代替するですとかそういったことができればいいのですが我々の場合はそういったあーケースはまれになってきますなので、えー、できることで一番望ましいというのは 設備の改善となりますで。ここで何よりのハードルというのがコストと労力になってきます。まあ、それを乗り越えれば、えー、密閉化とかできれば暴露はぐっと低くなりますし、えーまあ、設備の改善によってその作業自体そのものがなくなってしまう場合もありますので、こういったことはなるべく進めていくということでやっています。 ただしその改善ができるまでに、やはりこの予算の確保ですとか、そういったこと、また工事ですとか、そういったことで通常数年はかかってしまいますので、それまでの対策というのが必要になってきます。それでまずやってみるのが手順の改善となります。すぐに実施できますし、 何かツールが必要になったとしてもですね手順の改善の範囲での購入になりますのでおおむね安価で対応と対応ができる場合が多くなります、まあ、うまくいけば設備の改善とか保護具の変更がなく暴露を軽減することも可能です分かりやすい例を出してみると例えば今まで化学物質小分けするのに屋内でやっていたのを一歩 外に出て屋外の風通しのいいところでやるというだけでも、暴露レベルとしては下がってくる。またはあ、どぼどぼっと今まで投入をしていたものを、まあ、いわばシュポシュポポンプみたいなものを使って、えー、入れて、えー、その間ちょっと下がっておくと。そういった単純なことでも結構暴露が改善する場合もありますで。作業ごとに試してみることっていうのは、いろいろ考えられますので、 まあ、トライアンドエラーが必要で、えー、これで大丈夫だと思う、じゃあ再測定してみようということで、えー、結構ですね、えー、面倒は面倒です。なんですが、こういったことを通じて、現場の意識、えー、が向上したり、ですね、えー、現場と密にコミュニケーションが取れて、えー、それによって相談も増えると。 いうこともありますので、まあ、なるべく改善した場合はまず示したいところかなと思います。それから作業の手順の改善の一部といったら一部なんですが、正しい方法を選定するということです。暴露状況がどのレベルなのか、反面型マスクで大丈夫なのか、それとも 反面型マスクでは不十分で全面型マスクを選ばなくちゃいけないのかまたエアランマスクにしなきゃいけないのかこういったことも数値を持って決めていきますこれもすぐに実施できる対応なのでついつい保護具に逃げてしまいそうにはなるんですけども、えー、先ほどお話した設備の改善ですとかあ手順の改善というのを後回しにすることなくちゃんと見た上でやっていければというところです。 それから、これは余談ですが、補給予報告については、えー、溶接作業についてはマスクフィットテストというのが法制化されましたが、えー、我々エネオスでは、えー、溶接作業に関係なく、防塵、M、マスクを着用する方、それから防毒マスクを着用する方というのは、えー、マスクのフィットテストを実施するというルールにしています。 はい。それから、呼吸保護具だけではなくて、手袋の選定についても、化学物質ごとに決めるようにしています。この右の表はアンセルさんから取ってきたものなんですが、えー、今、オンラインとかでもできますが、こういった化学物質と手袋の材質の星取り表というものがあります。これをかなり前から使用しています。で、ここで、化学物質と、 手袋の材質の相性と言いますか透過性を確認して透過しにくい材質の手袋というものを使用することに手順に定めていますこれもちろん数種類の手袋を事前に用意する必要が出てきたりだとか作業ごとに使用する手袋を使い分ける必要も出てきますので面倒は面倒なんですがこれは慣れてくると問題なく実行できるようになってきます ただ何が何でもというわけではなくてですね、例えば試験作業のような、あの、指先細やかな作業というのは、こういった厚手の手袋を着用することによって、えー、例えば試験管のようなガラスの材質のものを落としてしまうリスクが高まったりしますので、えー、薄手のニトリルゴム手袋でもいいよというふうにして,もしています。ただし、薄手のニトリルゴム手袋では、 試験作業で使用するさまざまな化学物質に対応しているわけではないので、それを十分に理解させた上で、誤って化学物質が手袋に付着してしまった場合は、そのままにせずに、すぐに新しいものに交換してくださいという指導をしています。これは体の保護についても同様です。 手だけでなく体に悲劇してしまう可能性があるような作業では、その化学物質に合った防護服を選定し、着用するようにしています、はい。こちら先ほども出てきたものですね。つい先日、11月、厚生労働省から出てきた暫定版の皮膚障害等防止用防具の選定マニュアルというものです。えー まだ読んでないよという方は、ぜひご一読していただくのもいいかなと思います。内容としては、なかなかのボリュームがあったですね。内容としても結構難しいなという印象でした。えー、なんですが、えー、先ほどからお話ししたような手袋の選定ですとか、お盆の選定というものをして、ちゃんとしていれば、えー、問題、概ね問題ないかなというふうに感じています。 ただ、このマニュアルの通りに実行するには、実用的に考えてちょっと難しいなという部分も実際にありました。ので、まあ、暫定版が出たことによって、これから議論が活発になってくるのかなと思います。その上で今後最終版が出てくるのかなと思いますので、まずはその議論に、まあ、私も積極的に参加した上で、最終版の発行というのを待って、 で、それから必要な検討があれば、えー、対応していこうかなと思っています。で、この暫定版、えー、こちらの表、先ほども出てきましたが、えー、この化学物質と手袋の材質の星取り表がありますので、こちら参考にしてもいいかなと思いますが、えー、念のためもう一度言いますが、これ暫定版ですので、また変更があるかもしれませんので、これを使ってやって、 最終版が出てきてまた違うっていう可能性もあるので、そこだけご注意いただければいいかなと思います。で、やっと最初のリストに戻ってきましたが、ここまでが丸二の部分でした。ここが丸二の化学物質への曝露の管理というところですね。この部分が一番大きいところなので、少し時間をとってお話しさせていただきました。今回のお話のもう8割ぐらい。 ここで終わったと思っていただいていいと思います。この丸二でお話ししたことをデータベースとしてまとめておくと、リスクアセスメントという部分だけでなくて、その後のリスクマネジメントというところでやりやすくなるのかなと思います。それではここから、まあ、残り2割の部分となります。丸三と丸四の 話をしていきたいと思いますが、ここはセットで一つの話かなと思いますので、まとめて話していきたいと思いますで。これは我々の場合はというところですが、先ほどお話した作業のデータベースというのは別にですね、事業所内で使用される化学物質のデータベースというものを作成しています。でこのデータベースに載っていない化学物質というのは使用禁止。ここでは使用しないでくださいと。 というのを広く、えー、強く推し進めています。で、えーまあ、同じデータベースで、えー、リスクアセスメントも管理できると効率的かなと思います。我残念ながら我々今まで SDS データベースとその SDS を使用するにあたっての,あの化学物質を使用するにあたってのリスクアセスメントデータベースというのが別々でですね、えー、少し見にくい状況でした。でついさ数年前に統合したい。 してこの辺の管理、まだあもたついているところです。それから、このデータベース、我々作成したのがかなり昔、20年前とかの話になりますので、その時点でもうすでに使用していた化学物質というのは、当時リスクアセスメントをしていなかったですね。そういった過去から使用している化学物質についての リスクアセスメントというのは法令上努力義務になるのかなと思いますが今後我々がリスクアセスメントを知っていかなくてはいけないのかなと思っています、まあ、なのでこんなことあの紹介させていただいてはいるんですが我々としてもまだまだ課題が多い点となっていますでこのデータベース作成については、まあ、事業所内全体に聞き取り調査 どんな物質使っていますかということで、全体調査すれば、それほど難しいことではないんですが、難しいのはこの維持管理になってきます。その一つが、この丸4の新規化学物質の導入の仕組みとなってきます。データベースは作ったんですが、そこに載ってない新しいものを使いたいですと。 といいう時ですすね、えー、それはあ事前登録制としています例えば今度の工事でこういう塗料を使いたいんですとか、えー、今度新しい触媒を使用したいのでこっちの製品になりますというような時は事前に登録いただいています。で年間通してかなりの件数が出てきます。新生児には先ほどリスクアセスメントでの部分にお話ししたような どのような使用方法なのか、使用量はどうなのか、使用場所はどうなのかといったことも一緒に報告してもらうようにしています。でその情報を使って必ず事前にリスクアセスメントを実施して、その結果を現場に集中してからの使用となります。えーまあ、知らないところで知らない物質を取り扱う状況を回避と一番下に書きましたが、 多くの化学物質に関連する事故というのはこのケースなんだろうなと思っています。使用者がそのリスクを知りませんでした。で管理する側がそんなところでそんな作業をしていたのを知りませんでしたというのが、まあ、一番の事故の原因なのかなと思っています。まあ、こういった一連の取り組みによってそういったことを回避していくというのが一番の目的となっています。 もう1点困るのが SDS の最新版管理ですね、これもかなり面倒な作業となってきます。で、えー、今、法改正でいろいろ SDS が出てきたばっかりで、これから始めるよという方はいい,い,いかと思うんですが、10年後、20年後になったときにですね、だいぶ困ってくるかなと思います。で、そのメーカーさんに電話したり、メールしたり、ウェブサイト確認したりで、えー 新しい SDS を取り寄せてですね、その変更点も確認しなければいけないので、かなり時間を浪費するものとなっています。で近年では SDS の最新版管理の代行業者さんというのも出てきていて、今では私たちはそちらにお願いするようにしています。これでだいぶ労力も減るかなと期待しているのですが、今はですね、導入してまだ間もないところで、導入に する手間っていうのもあったので、まだ正直実感できていないというところです。で今後、こういったニーズも絶対に増えてくると思いますので、それに合わせてこのような代行業者さんも増えるといいなと感じているところです。で最後の部分となります、えー、化学物質に関する、えー、周知と教育について、えー、です。ざっと書いてみましたが 周知と教育というのが皆さん多分ご存知の通り一番難しいところです。どんなに頑張って周知をしても受け取り側がしっかり受け取ってくれないと教育もうまくいきません。で、教育で心がけていることとしてこの化学物質の関連の教育っていうのはついつい難しくなりがちなんですがなるべく簡単な言葉で化学物質の 取り扱いの恐ろしさというのを強調してですね、教育するようにしています。で、うまく伝われば、まあ、少し安全サイドに傾いてしまうんですが、まあ、甘く見て怪我するよりはいいかなと思っています。で最後のスライドですえ。だいぶ長くなってしまったので、最初の方にお話ししたことを、頭から抜けてしまったんじゃないかなと。 思いまましたのでで、ま、とめです、えー、事業所の化学物質管理体制ですが、えー、包括的に、えー、各事業,者にあ事,業事業所に1000人、ね、の、えー、担当者というのを置いて、えー、包括的に管理するようにしています。で担当者については、えー、皆さんの事業所の、ま、規模に合わせてです、ね、決定していただければいいのかなと思います。 なので、次の部分からですね、具体的な動きとしては、その次からで、作業のデータベースを作っていくということ、その上でリスクアセスメントを実施していく、定量的な測定も含めたリスクアセスメントであったり、例えば c r e a t e s プル l といういったツールを使って行うのもいいかなと思います。 で、このリスクアセスメントの結果に応じて、まあ、必要に応じて、えー、設備の改善ですとか、手順の改善、保護具の見直しといったことを行っていくのが、まあ、化学物質の暴露の管理の部分の一連の流れになるのかなと思っています。で、それから化学物質のデータベースの作成して、事前登録制にして、まあ、知らないところで、えー、知らない物質を取り扱ってしまう状況を回避、えー、していくというところです。 で最後に繰り返し教育を根気強く続けていって、化学物質の危険性というものについて意識づけをしていきます。でもし本日お集まりの皆さんの中で何から手をつけていいのかわからないと思っていた方がいればあの、この辺から手をつけていくのも一つの手かなと思います。い,、まあ、いきなり全部やるというのはかなり大変になるかなと思いますので、マンパワーと 相談しながら必要であれば外部の専門家などもいますのでそちら利用しながらですね一つずつやっていくのがいいのかなと思います。で、それからもちろんこの化学物質の管理というのはこれが正解というのはないと思いますのでこれはエネオスのやり方でエネオスはこうしているよと一例を知った上で 我々はこうした方がちゃんと管理できると思うと,と全く違うようにやってもらってもいいんだろうと思います例えばなんですが、えー、すごく小さな事業所で取り扱う化学物質も少ないということであれば何、えー、な,なら、えー、バインダー一つ置いてですね紙管理した方が、えー、現実的かもしれませんい,いわばそれが自律的な管理なんだろうと思います またそういった場合はですね、こういった場所で紹介いただけると、我々も、えー、あそうだなと、その取り組みは素晴らしいなと、学ぶことになって、お互いのステップアップにつながると思いますので、えー、いい管理システムができたなと思う際には、えー、情報共有いただけるといいのかなと思います。はい、私から以上となります。ありがとうございました。